はい。初ホバストフィッシュはね、ビローラの4インチできましたよ。こんなやつ。ね。に、流儀のジグヘッドばらしたやつに重りを入れて。わー、綺麗なね。うん。はい。飛び出してきた。いるんだ。うお、ダメか。食ったよ。もう一回超ゆっくりにドリフトさせてたら食ったよ。もう一回食った。ダメか。止まりて、死んじゃうよな止まったらと思う。出たからホバストで最後食わねえか。ホバスト食わない。食わないのか。でかいやつじゃないと食わないのか。ホバストン食った。よっしゃー、ホバスト食いました。最後イエーイ。あー、このサイズじゃちょっとな、あれは食えないよね。はい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 。締めの一匹ホバストできました。ちょっとダンクルとか食ってきたんだけどダメで、でこれビローラの4インチねをホバストフックにつけて、はい、こんな感じで釣れました。じゃあもう暗くなってきたからね、帰ります。よし、ホバスト入れ食い。いや、今釣ったばっか。ブレが刺してる。よいしょ、ほいしょ。帰るって言った後にビローラ4インチのホバストもう一匹釣れちゃいました。いやー、ねえ、もう夕間詰めだから魚がジャンジャン刺してきてるんだね。はい、こんな感じのね、ビローラ4インチのホバストです。サイズはね小ぶりですが嬉しい1匹。イエーイ。3匹目いけねえかな。でかいのはいないみたいだけど、もう1匹ぐらいいたと。食った。よっしゃよっしゃ。さあ、あー、バレた。あー、ワン持ってかれた。いやー楽しい。終わりかな。終わりと言いつつ絶好のホバスト日和なんで、ラストですね。これ一斉のライアミノね、これ試して終わりたいと思います。もうねちょっと帰り道が真っ暗になっちゃいそうなんですけど、今3
回ぐらい食ってきたからね、これが釣れるのかちょっと試して終わりたいと思います。レッツゴーホバスト。ダメか。じゃんじゃか魚は刺してきてる。むずいね、案外。でもライアーミノも食う。あーもうダメだな、ちょっと真っ暗になんな、帰れなくなる、やべえぞ。食ったー湧いてくるから終われない。ユーマズメ最高、ホバスト最高峰。すげえ、こんだけ擦れてるとこでも、いやぼちゃんぼちゃんやってね、擦れちゃった、擦れ、自分で擦れさしたとこでも追加追加で、おら食ったー、ういー、よいしょよいしょ、ちょっといいサイズ、ちょっといいサイズ、ちょっといいサイズ、おーしょ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 。はーい、一日楽しみましたが、最後はねホバストで終了です。クリッタースティック大活躍で、ほらライアーミノーね、一斉のライアーミノー丸飲みっちゅう感じで、ちょっとねホバストで釣ってた中ではサイズアップしました。じゃあね、逃がして帰りたいと思います。イエーイ。はい、完全にちょっとアウトな時間までやっちゃいました。忘れ物なし、ゴミなし、帰ります。やべえ、もう最後なー、すげんだもん、ホバストやばいな。うわ、うわ、獣道。いや、そっか、水が染み出してっから、まだ乾いてないんだ。よいしょ。